政府は行政機関による通信アプリ LINE の利用についてガイドラインを取りまとめました。個人情報が LINE 側に伝わらないようにすることなどを定めています。 LINE をめぐっては個人情報の管理に不備があった問題を受けて、政府は行政機関で機密情報を取り扱う場合の利用を停止しています。ガイドラインでは LINE でアンケートや相談業務を行う場合、LINE 社とは別の委託先で個人情報を管理するよう求めています。また、広報で活用したり、公共料金の支払いなどにスマホ決済、LINE Pay を利用することは問題ないとしています。新型コロナウイルスのワクチン接種の予約で LINE の活用を検討している自治体もあり、政府はガイドラインに沿って各自治体で取り組みを進めてほしいとしています。